君たちの体は二人の頭を支えられなくなりました。あ、なるほどね。一人の男の子に二つの頭。この手術のリスクを理解していただけると幸いです。あ、やば、怖。僕と兄は覚悟を決めました。僕たちのうち一人しか生き残れない。それでもいい。先生、どちらを生かすか決めてください。実を言うと、僕はどうなろうと構わない。兄だけは必ず生き残ってほしい。ああ、いい弟だ。立派な決意ですね。では、オペを開始します。さあ、ここに俺は何を置きましょうかですね。この A のとこに甘美先生とメス。おお、怖い。そんな可能性もあったのって。じゃあ、あとは、ベッドに弟とお兄ちゃんとメスを置いたら、やべえのができたわ。じゃあ、これで。できた！甘美の判断。何が起こったの？二人分の医療費をお支払いください。二人？僕ら明らかに一人じゃないか。そうだよ。僕は一人です。文字の色が同じです。どうして二人だなんて言えるのでしょうか。いや、言えない。どうやら兄弟の思考はケチであることに関しては驚くほど一致してるようだ。